はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、猫友の方で、ね、遊んでいきたいと思います。そう、これ何言ってるかっていうと、あ、これ猫始めました、読んでるんで、ね、いやごめん、ちょっと読んでない。どんなやつだろう。猫も読んでるのすごい面白いよね。あ、本当、おめでとう、いいことじゃないか。面白いね、ニャオ好き。うわ、ちょっとこれね、猫友って、うん、そうだよね、なんて言ったらいいんだろうな、合言葉みたいなのがあって、それを読むと、合言葉を入力すると、まあなんかいろいろもらえたりする、服であったりとか、こういう会話であったりとか、それをね入力してみたら急に始まってね、ビビってた。びっくりした。ツッコミが面白いです。へぇ、かわいくてほっこり。誰だ、チカちゃんって。ごめんね、勉強不足で。なお、カラー、嬉しい、ありがとう。やべえ、ちょっと事前に勉強してからすればよかったな。オッケー、頑張って。結構ほのぼのしてるけどね、どっちも。大丈夫、いける、突っ込んでもらえる。あ、これ、合言葉入力してくださいってやつ。これで、入力したら、そうそう、もらえるやつで、もともと、この、今、自分がやってるゲームを、買ってもらった時に、合言葉がそもそもついてて、で、合言葉ってなんだろうと思って調べてたら、なんかね、出てきた、いろいろ。で、その結果、一個試しにやってみたら、急に始まって、めっちゃビビる。あ、危ない、違う。危ない、借りといたいわけじゃない。間違えた。ちょ、まあ、ガーデニングってさ、どうやってやるっけ？あ、こうか。あ、見たことある、見たことある。危ない。お花何にも生えてないのに。なんなら借り取った後みたいになったよ。危な。あ、すげえ。チューリップ、虹色のチューリップだ。すげえ、35% 引いたの。めっちゃすごくない？おー、やっぱ日頃の行いかな。いいことじゃないか。すげえ、めっちゃ下通ってんの、草だな。ウケるな。いいね。どんどん取れたよ。久しぶり、この、あれするの。お花ね。あ、ゴブゴブになってる。不思議、そうそう、このさ、基本のさ、種もさ、植えてみたいけどさ、不思議な種も植えてみたいよね。え、なんか持ってるじゃねえか。知らなかった。ガチか。どうしよう。何植えよう。植えてみる？なんかこの山みたいなやつ。これは何？ニュー。え、これは、何が、見た目だけ？他はないね。え、これは何？違う、持ってないのか。だから買えるようになったよ、みたいなことか。だから買うところから始めない、ないものをね、使ってても無理だからね。危ない危ない。で、これすごくない？めっちゃ猫みたいな形してる。猫みたいな草でも生えてくんのかな？何が生えるの？で、これに至ったら絶対コンペイトウだろ？コンペイトウってさ、お花、無理じゃない？コンペイトウってさ、木？お花？草？何？どうなるの？え、葉っぱが片方ないけど、あれ大丈夫なやつ？確実に葉っぱ片っぽだよね。あの右側のやつ。あのコンペイトウね。あれ、ああいうやつなのかな。もともと一つしかなんか葉っぱつかないよみたいな。あ、全部全然見た目違う。すげえ。でもなんか、木っぽくない？真ん中のやつもちょっと怪しくない？木？もうなんだろう。あ、すげえ。なんか生えてきた。コンペイトウがもしかして咲くの？めっちゃすごくない？これは何？何？本当に何？お、びっくりした。なんか、薄紫色のお花と、あ、これまだだったわ。収穫まであと1回だった。真ん中のやつなんだろう？こういうやつ生えてない。これ何？あ、クランベリーなんだ。何かわかんなかった。すげえ。でもなんか、ちょっと、酸っぱそうな木の実だなと思ったけど。あー、すげえ。さっきのクランベリーから取れるとかではないのか。じゃあ最初から植えてた、チューリップでも植えておこう。で、こっちは何のお花なんだろう、見たことあるけどな。あ、スミレね。見たことある。いや、聞いたことある。うん、まあ、どっちもいいわ。はてなね、なんだろうね。めっちゃ気になるけどな。種がもうないから、おとなしくチューリップ育てるわ。まあ、普通のやつ言ってもいいけどね。あれ、お花がなくなってる。猫たちが育て、あ、そうだよね。そうそう、この、今、おのおのね、猫たち、感じた。おのおのの猫たちがやった。あ、コンペ、あ、こうやって入手してんのか。しまったら先にこっち確認すればよかった。やっちまった。あ、戻っちゃった、間違えて。別に戻りたかったわけじゃないのに。まあ、いっか。ちなみにお腹は、まあ、微妙だな。そんなすごい減ってるわけじゃないのか。家族レベルが5になって特別なお話を聞くと、あ、そうか。そういう感じで行ける場所が増えるのか。あ、ここだね。前回言ってたメイクルーム。パーマン、ハチワレ、ベンガル、クリーム、アメリカンショートヘア、ぬいぐるみピンク、ドンちゃんカラーか。これあれじゃん。一番最初にさ、
ゲーム始めるときにさ、こんな感じでさ、おのおのの猫さ、見た目選べたの。まあ、色であったりとか、まあ、その、種類っていうのかな。まあ、アメリカンショートヘアとかさ、ベンガルとかさ、選べたわけ。それが今になって急に変えられるようになったんで。いや、なったんだ。で、こっちおめめだね。左右ね、別の色にできるから、おのおの選べる感じだね。あ、で、最初に戻ってきたのか。あーね。これさ、実はの話していい？あの、おのおのさ、今の見た目じゃん。本当はさ、どっちもさ、違う見た目が良かったんだよね。けどさ、気がついたらさ、あの、初期設定に戻ってるってちょっと悲しい話があった。でもさ、なんか、今改めてさ、こうやって見てたらさ、もうさ、見慣れちゃったのかな？なんか、違う見た目になったら逆に違和感あるわ。すげえお揃いになってる気がついたら。まあまあ、でもお揃いも可愛かったかもしれないな。いいな。今日せっかくもう、選んだからお出かけを、勝手に縄張りパトロールに行ってやろうか。レベル1って書いてるもんね。これレベル上がるのかな？そういうことじゃなくって、今ここの場所はレベル1なのかな？あ、はい。お願いします。1、2、1か2しかないっぽいね。うまい。何があるか楽しみです、うん。確かにな。スコップだ。あ、違う。逆だ。スコップ持っていないので、なんだ。あ、なんだ、スコップもらえるのかと思ってた。絶妙に違うんじゃないか。これ2か1しかないっぽいね。幸せだね。あ、いいことじゃないか。やりましたね。あ、おめでとう。いいことじゃないか。これ何？見つけました。いや、それはなんだ。違う、見つけましたじゃないのよ。それは何？楽しみです。あ、いいことだ。だから今日さ、これさ、とりあえずさ、ゴールしたいからさ、ニットがやってるけどさ、こうさ、移動できる回数決まってるじゃないか。で、ゴールまであと数書いてるじゃん。見つけました。あれ？無理じゃね？そう考えたらさ、なんか好きな数字出した方がいいのかな。あ、でもね、これね、1だとね、次釣り竿じゃん。さっきのスコープと一緒にないと、なんか厚盛り思い出すな。ダメだと思うから、もうとりあえず2に行くしかないな。クマめっちゃ気になるよね。あのクマのマークなんだろう。やりましたです。あ、おめでとう。いいことじゃないか。え、で、その石は何なの？けどもうちょっとだね。頑張ったら、あと3か。3がね、あったらね。あ、3ってこう2が終わったじゃなくて、もう1回行けてね。まあ、ただこのクマめっちゃ気になるけどね。あのクマ、なんだろうな。そう、めちゃゲットしてくるけど、結局あの石は何だ？お家に帰るです。あ、はい、帰りましょう。あ、すげえ、パトロールめっちゃゲージ溜まるじゃん。エピソード溜まったよ。エピソード聞いてくるわ。縄張りパトロールレベルが、あ、やっぱりそういうことなんだ。やっぱ行かないとレベル上がらないんだ。オッケー、わかった、学んだ。仕方がないな。エピソード1個溜まったから聞いてくるわ。任せるください。どんなエピソードだろうね。言ってみろ。なんだ、可愛いけど、どうした？どうした？言ってみろ。わ、ワンダ、ナン。ん？わ、ワンダ、急に？難しい。耳に憧れてるみたいなこと？あ、ユノさん。あ、お疲れ様。すげえ、仕事感がクソだな。知ってる？すごい、めっちゃおもろいな。使う、ワンダフルって言葉があるんだって。そういうことか。ワンダフルのワンね。パンを食べた時や。ああ、水を飲んだ時にも。すげえ、めっちゃうまいパンとめっちゃうまい水なんじゃない？よくわかんないけど。ちょっとパン食ってさ、水飲んでさ、ワンダフルってまだ人生で一回も言ったことないけど、使ったらどうしたの？別に使えばいいのにね。なんかあるの？使えばいいんじゃない？ダメなの？何、どうしたの？何があったの？猫たち、猫だから。え、どういうこと？ワンは、言いにくいです。あ、犬じゃないからちょっと、猫用の、猫じゃないのに、逆だ、犬じゃないのにワンって言っていいのかな？みたいなこと。そうですね。別に良くないか。そんなルールないよ、別に。です？あー。そうよ。ニャンダフルは？出た。典型的なあれじゃん。いや、自分もニャンダフルっていいんだろうなって思ったよ。あ、よかった。もうだってナイスもニャイスって書いてある。ニャンダフル。あ、おめでとう。よかったね。うわー、言いたくねえけど、これ言うしかないよ。流れ的に。やだよ。ニャンダフル。ワンダフルはワンダフル。だってニャンダフルって意味わかんないじゃん。何を言ってるんだ、こいつってなっちゃうから。こうやって。やばいよ。みんなの言葉、増えてくの楽しいです。あ、おめでとう。いいことじゃないか。ちょっとあんまり言いたくないけど。ニャンダフルな言葉。ちょっと、使えてないな。今のとこニャンダフルは。すまない。ワンダフルはちょっとワンダフルだと思ってるタイプの人だから。ごめんな。こんなこと言いたくないけど。でもさ、別に、あ、急に。はい。何すか。言って、言って。猫、とってもいい釣りができる心を見つけたのよ。そうなんだ。え、てか釣りできんの？どこなんです？思った、どこ？町の中にあった池みたいなところ。本当に池なんだよね。水たまりとかじゃないよね。どんな感じなんだろう。まあ、気になるよね。
シンプルにどうする全然行けじゃなかったら面白いけどね。グーも行ってみたいです。あ、釣りしたことないからな。どんな感じなんだろう。まじ厚みだったらいけね。お魚のハンター、お魚ハンター、お魚のハンターなの。いや、まあまあいいと思う。ハントするです。難しいことを知ってんな。お魚ハンターに、あ、お魚ハンターに行けるようになりましたね。店の名前になってんじゃん。すげえな。お魚釣りにとかじゃないんだ。お魚ハンターになんだ。めっちゃすごくない？町でお魚ハンターができるようになりました。え、図鑑あるの？すげえ。わあ、頑張って図鑑埋めような。じゃあ次回釣りだな。釣りしたい、釣りしたい。どんな感じだろうね、気になるな。まあ一旦終わろうか。それで言うと一旦ここで終わって次回釣り行ってだね。やばい、お話聞くの忘れた。前回ね、聞くって言ってたのに。まあそれもまた次回だ。頑張ってやっていこうな。もうやっぱいっぱい要素あって楽しいね。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。